その経済を優先させて国民生活を守るために夏場だけの再稼働だけでは国民生活を守れないと6月8日に野田佳彦は言いましたけれども、まあ、その経済優先それでいいのかな本当にと俺は思います。まあ、今日のこの6月17日においてはまだ日本はまあある意味では平和なのかなと、まあ、福島はやはり平和ではないのかもしれないけれども、ご通行中の市民の皆様、こんにちは。南山と言わなくなる。